歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。市川團十郎さん再婚を発表。市川團十郎、歌舞伎俳優の市川團十郎さんが再婚発表について振り返った。再婚しました、思いましたね。夢の中で相手は40歳の魔王でした。少し白があって年齢重ねてました。この時の魔王さん、すごい嬉しそうな笑顔ですね。とても嬉しかったです。そしてなぜか赤ちゃん抱いてて、魔王の笑顔を夢で見れて幸せでした。どっちなんですかね、メイカちゃんなのか勸玄君なのか。今日は昨日ほど細かくなかったけれど、幸せを感じた夢を見ました。本当にそうですね。ファンからのコメントは、再婚って誰と思いました。真央さんとは離婚したわけではないですからね。死別により長く会えなかった2人、現実にはかなわないけど夢の中で再会できるのは幸せですね。夢でも現実的で不思議な夢って体験してる方は結構いますよね。現実に結びついたり、個人からのメッセージだったり、私は魔王さんが夢で会いに来た、または会いに行ったと感じました。私の感想は、実現していないが、その思いが夢の中で現実化することは誰もがあるのではないかと私は感じています。私は小学生の頃にずっと好きな子がいて、別の男の子と遊んでいるのを見て嫉妬してひどいことをしてしまいました。自分勝手で、その後ずっと後悔しています。機会があれば本当に謝りたい。あの時はすいませんでしたと思っていたら、40年後にその彼女が、馬車に乗せた赤ちゃんを乗せて、歩いてました。まあ顔はちょっと違ったけど、多分本人だっていう風に夢の中でもすぐに察知し、あの時はすいませんでしたっていう形で夢の中では謝ることはできました。今も、そのことは、実現はしていません。ただ間違いでなければ、たまに、同じ駅ですれ違うことはあるんですけど、まあ今このご時世ですので、人違いであれば迷惑かかると思って、話しかけてはいません。市川團十郎さん再婚を発表。市川團十郎でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。